れてる時って風邪ひきやすいだろう。心が弱ってると貝ってやつらが体に入り込んでいたずらするんだよ。先生、とても最善策とは思えません。黒、赤の棚、左から3列目。危険な怪具は人を誘うの。怪具が人を使うのよ。何か思い当たる原因があるみてえだな。俺がそれを治す医者、怪病医ラムネ先生だ。ふざけないでください。それからお聞きしたいことがあります。言ったでしょ、賞賛のない勝負はしないって。いらっしゃいラムちゃん。またそんな荒療治を。けどまあ最後に選ぶのは本人だ。どんな未来を望むのか自分のために選ばねえとダメなんだよ。怪病医ラムネ2021年1月放送開始。